はい、こんにちは、まとめです。こんにちは、平沢です。皆さん、スタンスミスには ABC マートバージョンが存在することご存知でしょうか。アディダスの名作であるスタンスミス、誰しもがね、一度はね、見たことがあるはずです。買ったことがね、ない人ってのはもちろんいると思うんですが、この存在を知らない人ってのはまあほとんどいないはず。まあ、めちゃくちゃ有名なスニーカーなんで、まあ、だからこそね、この1種類しかないと思い込んでる人も多いんですよ。でも実は、こちらにある ABC マートバージョンと、まあ、通常バージョン、この2種類存在していて、それぞれどんな違いがあるのか、どっちを買った方がいいのか疑問に思ってる人も多いはず。ということで、今回の動画ではそんなスタンスミスに関する悩みをしっかりと解決していきます。結論から言うと、おすすめモデルどちらかと言われたら、まあ、こちらの通常バージョン、いわゆるスタンスミスオリジナルですね、サステナブルバージョンとも呼ばれます。こちらの方がよりおすすめです。なんですが、人によってはこっちを買った方がいい人も もちろんね存在するわけですよ。なので、今回の動画最後まで見ていただいて、ご自身に合った方を選択していただければなと思います。ちなみにですね、もっと安くておすすめの白スニーカーが知りたいなんていう方もいらっしゃると思うんで、そんな方にぴったりの本革の、ね、白スニーカーも合わせて紹介します。じゃあ早速デザインの違いから見ていきましょうか、うん、はい、じゃあこっちが、はい、オリジナル、はい、でこっちが ABC マートバージョン、はい、まあ、いわゆる通称なんですけど、通称、まあ、正式な品番が存在するんですが、はい、じゃあこっちからいきましょうか、はい、これはね、結構デザインの違い分かりやすくて、はい、まあもうパッと見一緒じゃんってなるかもしれないんですけど、うん、これ一番もしかしたら分かりやすいかな。ヒールの色とか、あ、分かりやすいと思いますよ、うん、どうでしょう、違いますよね、色。この部分見ていただきたいんですけど、うん、こっちがちょっと暗めに出てる、はい、他にも色の違いっていうのがあって、うん、ソール、うん、こっちはね、真っ白、はい、こっちちょっとクリーム色、この違いはね、もうパッと見で動画でも伝わるんじゃないかなと思います、うん、そしてさらにこのロゴ、ここにね、ロゴが入ってるんです、スタンスミスって。でもこっちはないと。この3つがデザイン上の大きな違いになってきます。はい、そっちの深い色の方が高級感感じません？おー、なるほどなるほど、うん、まあ、高級感っていうか、ちょっとフォーマルに見えますよね。暗い色の方がやっぱフォーマルなんで、うん、まあ、原色よりね、うん、なので、大人っぽく見せてくれるかなと思います。確かにこっちの方が明るくて、ちょっとカジュアルさが、うん、そうですね、うん、ソールもね、なんかどっちが好き、うん、もう断然こっちです、ね、いや同じですね。同じですか、うん、なんかクリームの方が表情あっていいですよね、うんうんうん、意外とね、履くと馴染んでくれますね、うん、じゃあデザインで言うと、スタンスミスオリジナルの方が、うん、まあ、好みということで、うんうん、乙女さんは？僕もこっちの方が好みです、うん、ただね、やっぱ価格はちょっと違うんでね、そこですよね、うん、はい、まあ、もうちょっとね、深掘りしていこうかなと思いますが、はい、まあね、デザインはちょっと違いがあるっていう感じですけど、うんうんうん、次は素材を見ていきましょうか。はいはいはい、素材はですね、まず両方フェイクです、合皮になっています、うん、はい、まあね、アップデートとかがあって、うん、結局両方合皮に落ち着いたわけなんですけど、はい、ただ表情違いますよね、うん、これは動画じゃもう何にもわからないと思うんですけどただの白のスニーカーじゃんっていう感じだと思うんですけど、はい、違うんですよ、見た目には結構違いわかりますね、わかりますよね、はい、結論言うと、まあ、スタンスミスオリジナルの方がかなり本革ライク、はい、これすごくないですか、すごいですね、これね、合皮って言われなかったら本革だと思う、いや、わからない、うん、すごいこのクオリティは、オリジナルらしき脂肪感があって、かなり目の細かい、そうなんですね、はい、こっちも脂肪あるんですけど、はい、こっちの脂肪って、まあ、なんか均一なんですよ結構、うんうん、こっちはね、まあ、本革ライクに結構ランダムな脂肪が入っていて、はい、まあ、ほんとフェイクに見えないクオリティになってますね、うん、で、トゥーの部分、この部分も脂肪がはっきりと分かるようになって、はい、こっちは割と分かりづらいんですよ、このトゥーの部分とか、そうですね、つるっとして、うん、ちょっと伝わるかな、スムース見えするかのような、実際ね、肉眼で見ると脂肪あるんですけど、はい、ちょっとぐらい透明になるともうスムースに見えるような風合いになってます、うん、ちょっとこれがね、伝えられないのがもどかしい、すいません、はい、本当に、あともうちょっと言うと、こっちの厚い素材が結構分厚くて、うん、はい、特にタンの部分が分かりやすいんですけど、はい、これはもしかしたら分かるんじゃないかな、こっちがオリジナル版ですね、ちょっとシュータンが薄いのが分かるでしょうか、こっちが ABC 版です、これはシュータンがちょっと裏がタオル地っぽくなってて少し厚みがありますね、ここははっきりと違いが分かるんじゃないかなと思います、相当厚みは違うね、うん、違いますね、はい、じゃあここまでデザインと素材の違いを見てきたわけですけれども、はい、実際に履いたところをね、うん、見てもらいましょうか、はい、はい、
はい、じゃあ次はシルエットちょっと比較してみましょうか、うん、はい、はい、この後実際着用して履いた感じのシルエットの違いを見ていきたいんですけど、うん、はい、その前にこの場でね、うん、ちょっと形の違いっていうのを見ていこうと思いますが、はい、先ほどお話しした通り素材がねこっちは薄くて、うん、こっちは厚いと、はい、ということでシルエットにも多少影響が出ています、うん、どこに出ているかっていうと例えばここの部分分かりますかね、この部分、はい、羽ですね、羽の部分ですね、スタンスミスオリジナルの方が寝てるんですよ、ここは、うん、ここちょっとね肉かなって張ってるんで、はい、立ってる、はい、まあ、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、はい、結果、スタンスミスオリジナルの方が薄く見えると、うん、ここの部分ね、このアッパーの部分が薄く見えます、はい、というのがちょっとね分厚く見える、はい、でタンも薄くてこっちタンが厚いんで、はい、そこも相まって結構こちら分厚く見える肉眼だと、はい、で実際履いたらどうなるかっていうところをね、うん、じゃあ見ていきましょうか、はい、ということでオリジナルバージョンの方を先にね履いてみました。実際着用するとこんな感じの見た目になっています。横から見るとこんな感じで、後ろから見るとこのようになってます。はい、ということでね、まずねオリジナルバージョンの方を着用したんですが、やっぱりね、まあスタンスミスさんで薄くて細いですが白スニーカーという感じで、万人受けするようなとても綺麗な足が長く見えるシルエットになっています。愛される理由がわかりますね。まあ万人が好きだよね。はい、スタンスミス嫌いって人はなかなかいないんじゃないかなと思います。ということでまずねこのスタンスミスのオリジナルバージョンのこのシルエットを覚えていただいて、次にね ABC マートバージョンを履いてみるんで、そこちょっとね比較していきたいなと思います。はい、ということで ABC マートバージョンを履いてみました。横から見るとこんな感じで、後ろはこのようになっています。はい、ということで平沢くん履き替えてみましたがどうでしょうか。シルエットは正直そんな違いがわからないです。いや、履くともうほぼほぼ一緒ですよね。はい、違いなかなか分かりづらいかなと思います。やっぱ単純に見た目としての違いはあるんですけど、シルエットだけで見ると、まあ、履くとね、まあ距離もね遠くなりますし、そんなに違いは感じないです。あと個体差かもしれないですけど、はい、キュッキュなります。多分素材が厚くてタンが特に厚いんですよ、はい、それが擦れてなってるかなっていう感じが入ってて思いますね。割と気になりますね。気になる。結構アッパーの部分が音がしてるんで、はい、ソールじゃないんでこの歩いた時になってるっていうよりかはこう曲げた時になってるって感じですね。じゃあここまでデザイン、素材、シルエットと見てきたわけですが、はい、結論まとめるとどうなりますでしょうか。うん、スタンスミスオリジナルの方が、はい、デザインは装飾性があります、うん、色が違ったりロゴが入ってたり、はい、対して、ABC マートバージョンの方はちょっとシンプルに作られてますね、はい、で素材どうなのかっていうとこっちなんか高級感ある、うん、やっぱ本革見えします、はい、でシルエットは、まあ、多少の違いはあるんですけど履いたらほぼわからない、うん、まとめるとそういった違いがあります、はい、どちらの方がおすすめなのかっていうと、はい、まあ、高級感もあるし、うん、今っぽい装飾性のあるデザイン、うん、で細かい話になるけどシルエットもいいと、はい、となったら、まあ、確実にこっちのがおすすめなんです、うん、ただ一つ問題があって、はい、値段違うじゃないですか。そうですね、言うて5000円ぐらい差がありますか、うん、ありますよね、はい、結構でかい差があるんで、うん、そのあたりで、まあ、予算的にそもそも例えば1万円以上きついなっていう人に、はい、まあ、もちろんこっちをおすすめとかはしないわけですよ、はい、絶対こっち買った方がいいし、うん、その劇的に違うかって言われたらそこまでじゃないんで、うん、まあ、全然5000円の範疇だったらこっち選ぶ人も全然ありだと思います、はい、うん、ただ僕はやっぱ小物には投資してほしいと思っていて、うん、まあね、スタンスミス買ったらもうこう何年履けるんだっていう。そうですね、そう考えたら5000円の差なんて最終的には数年後全然いいんじゃないかなって思ってしまうわけですよ、はい、まあ、靴に限らず僕小物には投資しろとずっとね言い続けてきてるぐらい、はい、なので僕はやっぱこっちの方がおすすめ、はい、なんですけど予算にどうしても限りがある方はこれ買って損ないかなと思います、はい、なんですが、はい、実はほうもう激安で、はい、はちゃめちゃにクオリティ高い白スニーカーあるんですよ、はい、それ紹介させてください、はい、その白スニーカーこちらになります。 GU、はい、リアルレザースニーカー、はい、3990円。安い。やばい安い。安いね。しかもリアルレザーでしょ。本革ですからね。もちろん本革っていうところもそうなんですけど、はい、デザインもいいし、うん、シルエットもいいし、はい、割と言うことないんですよ、うん、信じられないぐらいクオリティ高くて、はい、ちょっとこれ一瞬ね紹介させていただければなと思うんですけど、はい、デザインめちゃくちゃミニマルに作ってます、はい、もうオールホワイト、はい、デザインらしいデザインもなくて誰しもが履きやすい、うん、すごくミニマルなデザイン、うん、なんかザ・白スニーカーなんです、ね、そうなんです。で素材、はい、本革、はい、で4000円で本革、うん、どうなのって思うかもしれないんですけど、はい、全然悪くないんですよ。
いやー、GU のレザーシューズってさ、ほんと全部シーフ感がないよね。はい、例えばこれが、まあなんだろうな、3万、4万、5万するようなレザーとレザースニーカーと一緒かって言われたらそんなことはないんですけど、はい、誰がどう見ても4000には見えない。はい、まあ、そもそも本場ですからね、うん、すごい。すごいクオリティ高いです。こっちもね、脂肪になってます、はい、スムースみたいにツルッとしてるわけじゃなくてちょっと表情のある脂肪のレザーになっています、はい、でシルエット、はい、まあ、細かく履くんですけど、まあ、今っぽい形になってるんですよ、うん、ちょっとソールボリュームあって、はい、で細身、はい、で薄いと、まあ、いわゆるねダットスニーカーってソールが結構特徴的なんで、はい、そこばっかり注目すると思うんですけど、ただいたずらにでかいだけだと、まあ、合わせにくいしかっこよくも見せられないわけです、はい、まあ、しっかりと細い部分とかを作ってあげなきゃいけなくて、そのあたりこれ本当完璧にできてます、はい、ということで実際のこれの着用も見ていただければなと思います。 GU リアルレザースニーカーのホワイトを着用してみました、横から見るとこんな感じで後ろはこのようになっています、はい、ということでやっぱ GU で、まあ、4000ぐらいで買えるんでそんなにね期待されてないと思うんですけど、やっぱ見た目めちゃくちゃいいですね。シルエット綺麗です。ヤサワ君からどうでしょうか。アッパーも薄く感じますね。薄いですね、はい、細いし薄いし、まあ、すごいですね、うん、3990円、うん、ぐらいだったと思います。とは思えない。超絶クオリティ高いですね。コスパはやっぱ最高なんじゃないかなと、まあ、コスパ抜いてもちょっとクオリティすごくいいです。はい、いいですね。いいよね、はい、3990円、信じられない、はい、めちゃくちゃいい。まあ、でもね、この動画はスタン・スミスのオリジナルと ABC 版の比較の動画ですから、はいはい、それと比較してこいつはどうですか。なるほどなるほど、はい、まあ、よりいい方のスタン・スミスオリジナルの方と比較すると、うん、はい、まあ、まずデザイン、うん、まあ、ミニマルなのか装飾性なのかで、うん、まあ、このあたりは好みで分かれるポイントかなって思うんですけど、はい、シルエットで言うと、うん、もう GU の方がアッパー部分で言ったら薄いんですよ、うん、まあ、ソールと合計すると合体させるともう全然ね変わんないぐらいなんですよ、はい、アッパーだけだったら薄い。特にこの部分とかは本革でしっかりと寝てます、うん、かなり薄く見せてくれる、形はすごく自由綺麗です、うん、とはいえやっぱり、まあ、これだけ値段の差があって、はい、まあ、作りの細かさとかでいうと、はい、スタンスミスなんか全然良くて、うん、まあ、ステッチの、ね、入り方の綺麗さとか、うん、まあ、もう全然違いますね、はい、これ結構ステッチングが、まあ、まあ粗いとまでは全然言わないですけど、はい、まあ、この運針がすごい太くなっていて、はい、まあ、ステッチング一つ見ても、まあ、スタンスミスめっちゃ細かい、うんうん、全然違いますよね、はい、ステッチの入り方が。こっちは太いです、ね、太いですね。なのでやっぱ細かいとこ見ていくと、はい、やっぱスタンスミスの良さってめちゃくちゃあるんですけど、はい、まあ、ちょっと安すぎるよね、うん、で素材も全然悪くないし、はい、ミニマルで履きやすいし、うん、シルエットめっちゃ綺麗だし、うん、まあ、こっち選ぶ人もかなりいるかな、うん、じゃあ結論それぞれどんな人にお勧めしたいですか。まずスタンスミスが好きで予算、まあ、ある人、うん、1万5000円ぐらい出せるよって人も絶対これ、うん、スタンスミスが好きなんだけどちょっと予算を抑えたいな、はい、なんて人はこちらです、はい、でも安くてかっこいい白スニーカー探してる、うん、別にスタンスミスとかアディダスとかこだわりない、はい、絶対自由、うん、こだわりがない人はねこれ選んで、うん、まあ間違いない、間違いないと思います、はい、ただスタンスミス好きだって人は、ね、うん、当然こっち、当然こっち、はい、これ選んでも何の意味もない。そうですね、まあ、当たり前の結論ではあるんですが、はい、まあ、今回動画でね詳しくね3つ見てきたんで、はい、それぞれの違いとか、はい、皆さん伝わったんじゃないかなと思います、はい、僕の YouTube チャンネルでは次の洋服何買えばいいんだろうをテーマに、さまざまなアイテムを実際に購入して比較して本当におすすめできるものを厳選して紹介しています。誰でも確実におしゃれになれるよう情報発信していきますので、今よりももっともっとファッションを楽しみたい、そんな方はこの機会にぜひチャンネル登録していただければ嬉しいです。例えば今回のスニーカー紹介というテーマでいくと、スタン・スミスの新作3つ紹介なんていう動画もね出しているので、そちら概要欄にリンクを貼っておくので合わせて見ていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。